どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ケーブミートロール、ケーブミートロール、ケーブミートロール、ケーブミニあれ言えねえな、ケーブミニ、ケーブミあれミニっていう言葉言えないのかな僕。ケーブミニトロールディセプションコースということで、やっと言えた。すいませんね、みっともないところを見せてしまって。まあこれを要約すると、短い洞窟のトロールコースであなたを欺きますよっていうことですね。で、説明文に洞窟のトロールコースです、いろんなギミックで騙してきます。いいね、面白そうじゃん。少し短いけど頑張ってください、ストレスがたまらないように。大丈夫よみんな、僕は怒ることなんてめったにないからね。だから小さいお子さんも安心してみてね。逆に罠が来なかったらどうしていいか分かんなくてストレスがたまるかもしんないけどねそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.09%。 いや今回ね、この制作者さんのコース初めてやるんだけど、不安もあるけど期待もめちゃめちゃ大きいね。どんなコースなんだろうみたいな、初めての方って、開幕衣装やちゃー。なるほどね、今日は初見殺しとアプリ系のトロールコだー。やめようよ、この矢印のところから全く進めないっていうの、やめようよ。やめよって言ってるでしょ。めちゃめちゃ忙しくなりそうだな今日は。じゃあ石臼を避けた瞬間すぐ右にダッシュどうするこれいやもうここまで来たんだ、叩くしかねえよな。あと B ボタンをチョンってするだけだもんね。わらに引っかかりそうだな、腕長くるとかそういうパターンだいや、あいつ確か通り抜けれなかったっけ。お前が出るかい。読めて、今日は隠しブロックが多い系のトロールコースだ、絶対に間違いないよ。で、このキノコ取ってよかったのかな。取ったらこのバブル抜けれないっていうことはなさそうだ。もうこれ右は、右もあんじゃねえか、左はせめて一つにせよなかなか楽しませてくれるね。最近こういう理不尽なやられ方あんまりなかったからね、求めちゃったよ。じゃあ右は隠しブロックはないみたい。じゃあ左のブロックは鉄球、いやこれ絶対音変わるよキラー、もう絶叫戦でいこう。もうこんな調子で絶叫しまくってたら僕の喉が潰れるかもしんない。じゃあここは P スイッチを叩いて下の鍵を取ればいいのか。本当それでいいのか。ならどうやって鍵を手に入れればいいっていう話よ。この魚を倒せば鍵が手に入りますよみたいな。いや違うな、一旦右まで行ってみる。あー鍵が手に入ったね。でこの鍵から出た瞬間、右か左どっちかダッシュした方がいいよ。左してみようかただの壁じゃねえかまあなんもないだけよかったね。そしてこのクリームを踏んでいいのかな。いや一旦踏んでみようか。いいね、なんか懐かしい気がするわ。こういうシンプルな騙しコースって隠しブロックの使い方がめちゃめちゃうまいね。じゃあここはヒップドロップしても、次も隠しブロック絶対あるんじゃねえの。ここ右左どっちか行く、頼むに無駄ち、右から行こうか。よーじゃあ次は左、あー上等だよ制作者さん、いくらでも隠しブロック設置してるがいいぜ。だからそうと分かれば僕は少しだけ本気を出させてもらうからね。オンオフしろってことだね。オンオフした瞬間ここからアイテムが出る。そうだろ、いやいけるかこれ。上にちょっと隙間があるけどいけるんじゃないこれ、頼む。お前邪魔なんだよさっきからいや駅なんて下じゃん、ちょっとぐらいサービスして。もう駆け抜けちゃおうか。ここは右の3本上がってきたっけ。いやちょっとわかんねえんだけど、右の3本上がってこない。大丈夫大丈夫。そしてここはハテナブロック叩いていいのかな。うわこれもうやっちまった、隠しブロックはないね。これブラバーできそう、大丈夫か。ボムちゃん、え、あのボムちゃんがもしかして鍵を出してくれるんだよ。よしよしよし、勝った、この制作者さんで勝ったね。ここで踏めばいいだけ、そうだろ。ダバダバじゃないんだよ。このコースをやって分かったことが一つあります。勇気っていうのが必要になるみたいですね。罠にビビらない勇気っていうのが。だからこの機内がいなくなってもビビらない勇気を出してダッシュで行こうじゃないか。行けー、なんもないんかいなんかあれ、うおお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 
ちょったよね今マリーの頭がさ。なんでこういうね二マスあるところ絶対に隠しブロックあると思う今後。だから気をつけようか。いや気をつけてもどうしようもないんだけどね隠しブロックって。さあ上の中間ポイントあれマジで取りたいね。右から行けると思いきや右の方隠しブロックあると思う。だから左から行こうか。中間ポイントさえ入れば魚右隠しブロックありちゃうまいじゃん。ナイパターン、ナイスタイルのコースなんだ。誰かのコースナイスタイルだけにナイスつまんなくなってきた実況がだよねバカ。ブランコに乗った瞬間すぐ右に行く。そしてここも隠しブロック絶対あると思うよ。でも制作者さんの考えなんとなく読めてきたね。右に進むってことは左に隠しブロックがない見たか、これがトロール名人だ。やっぱりあったね隠しブロックが。だからこの制作者さんは通路側の方に隠しブロックが設置してるとそう思っていいよ。でこの石エンジなんかしてくんのかな。これ子孫いよっおっおっよしよしよし、かわしたね。一個かわすごとにめちゃめちゃ嬉しいこのコース。さあ行こうか。そしてここはバックなんて書いてる。頼むバックどうにかして。このツナがマジでしょ。やった来た来た。えこのツナがあっても爆弾で出すことができるんだね。ちなみにここジャンプしたら。なるほど、このバブルにやられてたって感じか。いや絶対ここも隠しブロックあるって。右か左か、もう考えてもしょうがない。右行くか。あがー、本来はねここで爆弾を出して下に行くみたいな、多分そういうことだと思うんだよね。で今なんかかわせそうじゃなかった。リンクを取ったまま行けそうな気するんだよな。ちょっとしたズル見つけれるかもしんない。じゃあ次は絶対当ててみせるよ。右か左か、今度は右なんでそこなのよ。しかもなんかやられないポイントだ。頼むって、こんなところに取りさせないで。ガマ発見しました。ここ左左だったね。左で鉄球で、ここも左で鉄球で、上は隠しブロックがないよね。おやじちゃん、これさ思ったんだけど、リンク取るじゃん。でここでボム兵を出しておいたら、このリンクのまま先に進めるんじゃないかな。あーやっぱ進めるね。オッケーオッケー。これはズレなんかわかんないんだけどね。でも右にさブロックがあるから、あのブロックをこのリンクで壊せっていう感じか。じゃあこれが正規の生き方なんだ。でこれさ上ちょっと行ってみたくない。うわどうなんだろうね。でもまだ頑張ったら嫌だからやめておくわ。そしてここ絶対どっか隠しブロックあるよ。真ん中右左、真ん中からジャンプしていくね。こっからこう、なんだそれもう一回言っちまったもんはしょうがない。この上行ってみよう。はっ、なんかあるよ。え、こっちが正解なんじゃない。実は熱っ、え、激熱。ちょっと待って、先に解いてしまったかもしんねえ。で、記録ももらえた。待って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 、次はフラワーが出てくるみたいな。いや、そういうことはない。じゃあこれは右から行こうか。右から行ってジャンプ。えあれオンしたらさ先進めなくなるよな。だからここ右行ったらオン変わる。待て待て、こんなに調子いいことは初めてだよ。でこの上行っていいみたいだやばい、取れたか。大丈夫ですかね今日。さあスネークブロック一緒に行こうぜ。いやこれ待って、閉じ込められる。そうだろうと思ったすねよ。まあまあ一応右の方見ておこうか。こっちすげえ気に、あこれいけないパターンなんじゃない。あ、いけるんだ一応ギリギリ。でこのまま上に行ってこの土管に行く。あんな石エイジ、トロトロ石エイジには僕は引っかかりませんよ。で多分こっちでね、ヒントさっきの上の方に行けっていう感じが来ると思うんだよね。違う？は？まあヒントらしきもんはなかったんだけど、こっちしか行けないからこっち行くわ。なんかヒント見逃してたんかな。何やってんだ。ここはオンオフをしない。そしたら先に進める。でこのスネークブロックもいなくなる。なんでそういうことすんだねえ。もう一回オンオフを変えなきゃ僕はどうしようもないじゃないか。出せ出せ。もうここは常に右ダッシュ、こっから右ダッシュして、もう勢いで行っちゃう。踏む踏むバディよく考えたら面白い罠だよな、これ。花ちゃんの裏にバネを隠してるってめちゃめちゃうまいよ。そしてここ上から1センチ降ってくるんじゃない。なんもないね。大丈夫か、入っていい。よしよしよし。さあ短いって言ってからそろそろゴールと思ったけど、これ中間。待て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 、もう止まりー。
ていうかここで中間ポイント、いやてっきりさ短いトロールコースって言ってたから絶対もうゴールあると思ってた。でも待てよ、こっからもうゴールっていう可能性もあるもんな。さあ次は何よ、まだ全然続くみたいだね。右ラッシュして火をかわしていく、そしてオンオフからのこの上に行けばいいっていう感じなんじゃないの。オンオフ邪魔するね、それ忘れちょったっちゃんね。左から行こう、そしてこのパワーブロック何をしてくるんだい。君の上に乗っていいのかい。乗っても特に何もない、この右には行けないのか。ここジャンプするのすごく怖いな。右の方からジャンプしようか。ダブル左。このパワーブロック飾り、いやどういう意味があるんだろう。後でなんかいつ、あーこんなにね大量に隠しブロックが出てきたらもうリアクションもあーとかぐらいしか言えないのよ。じゃああの鍵絶対罠だと思う、だから左の方から行こうか。あー助けてくれみんな、このコースに殺される、カチブロックに殺されるよみんな。僕はもうクリアしたいだけなんだ、頼む下に降りて鍵を手に入ってくれ。鍵があらあら、どうしたのかしらピアキング、さっきから騒いでばっかりでもう少しおとなしくゲームできないのかしら。だってさ母ちゃんひどいんだ、さっきから隠しブロックばっかりでさ、母ちゃんどうかしてよ。ならお母さんに任せなさい。鍵取ります。で右の方には隠しブロックがないね、っていうことは右の方からこういう風に行けばあの鍵洞に入れるんじゃないんすか。じゃあこの鍵洞に入ってもうゴールでいいと思うんすよ。お前まあまずさ最後までこんな感じで実況してっていいかな。頭のネジのぶっ壊さないと最後まで実況できないかもしんない。ジャンプでかわすか左行くかよ、ギリジャンでかわせないかな。オッケーオッケー、そしてこの上に行くかどうかなんだけど、左下もすげえ怪しい。でもリフトが出てきたよな。いやこっちブーブーって言われてる、だから左下が正解だよ。頼むこっちだってて、よーしよーし危ねえ、あ、こっちも危なかったね、今バネが出そうだった。さあここでゴール、いやこの左下隠れておこうか。大丈夫か、いけるか、これ隠しブロックなんかないのか、これはないね、一応右はないね、やったー最後だけ隠しブロックないのめちゃめちゃ優しかったね。まあこの制作者さんちょっと隠しブロックが多いけど、もっと評価されてもいい制作者さんだね。めちゃめちゃ楽しかったです、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、現役東大生が本気で作った精密なコース、クリアできたら上級者ですって書いてあるんだけど、まあ現役東大生だからといってマリメが上手いっていうわけじゃないもんな。でもねこのコースクリア率 0.1% だったんだよね、めちゃめちゃ難しくないそれ。まあ投稿してるのが2017年だからおそらくもう卒業はしてると思うんですけどね、ダブってなかったら失礼なことを言うな。それじゃあ早速やっていくね。いやクリアできるかな、マリメ1の頃のクリア率 0.1% ってマジで謎だからさ。なんかいかにも普通っぽいコースだね。え、これ現役東大生が作ってんの本当に、てっきりさ謎解きコースかと思ったらめちゃめちゃ普通のコースじゃん。じゃあ土管に入っていこう。土管に入れんね、え、これ右にジャンプしていけみたいな。届きませんよ。え、隠しブロックかな、この辺に隠しブロックありますみたいな。あ、ないね。あ、わかった、このクリボー踏んでいけみたいな、そんな感じなんじゃない。だからこのクリボーがバネた時に右、うわこれ難しそうだね、これ勢いが必要になってくると思う。だからこっからジャンプしても届かないような気するんだよな、クリボーぐらい踏め。まあ一旦こっから勢いつけてやってみようか。あキモい声出すなって、いやこれ絶対無理ばい。だからこういう風にいく、いやこれいったんじゃない。あめちゃめちゃギリだね、タイミングがまずわかんねえな。今のタイミングぐらいでいい、こっから右行け、むっさー。まずタイミングを見極めよう、クリーボーが土管から姿を全部表した時に左にジャンプしてみる。これでどうかな、いや結構いいタイミングだったかもしんないね。だからこのタイミング、ここで右にジャンプ来たんじゃない。踏む位置が悪いのかな、こっから右に、いやこれ来たよ絶対に。さすが東大生が作ったコース、めちゃめちゃ繊細に作られてるね。でももうなんとなくいかなかったよ、ここでブレーキ。オッケーオッケー、そしてあのプーを倒せばいいのかな。プーを倒してピースイッチの右の方まで行こうか、ここでジャンプジャンプで、このプーを倒す、下に行くんかい。あのプー踏めないのかな、なんか踏めそうな感じではあったんだけど、あ踏める踏める。そしてこのピースイッチどうすんのえこれどうしよう、このリフト落としてブラパにピースイッチを踏ませろっていう感じかな。だからこのリフトをちょい乗りちょい乗りしていく。オッケーオッケー、いやマジでこれ大事にしたいね。ジャンプジャンプジャンプ、これ右にちょっとバレちゃうんだよ、絶対に邪魔すんだよ。え
さ、ピンスイッチが鳴ってる間じゃないといけませんみたいな。いや、まだ上からゴールできるっていう可能性があるもんだ。頼む。このピンスイッチを踏ませた瞬間、速攻で行かなきゃいけないのか。よし、来た。そしてここから急いで行こう。いや、これ間に合う。頼む。頼む。ゴールさせて。はい。はい。やったいやこれね、クリボーのところがマジで難しい。それ以外はそんな大したことないんだけど、まあすごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてイオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。